2days の時はなんかいろいろなんかタイトルあるんですね。ジキルデイ、ハイドデイっていうのがありますね。2人で対決しようかなということで、これ対決して勝ったらどうのこうのみたいな、ご褒美あります。身長が3センチ伸びる、欲しいです。2人マジで感動しましたよ。欲しい。ミキさん初めて仲良くなる。バクチやったんですけど、これ2人が乗っかってくれなかった。よかったです、優しいです。やっぱ肩が自由が効かないのは、はいはいはい、辛いですよね。辛いですよね、やっぱり。だからこういうのでこういうノースリーブになったりするんですかね。そうですね、僕は最初に演奏のことを考えてからの衣装を考えるって感じです。これはぜひミックススピーカーズインクのドラムに考えたいです。考えてから作ってくれと、衣装頭にヤギの音響をつけたからちゃうよみたいな。ほんま重たいのあれ、ほんまに何笑ってるんですか。笑いから笑うと、うわ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 、ほんまに。まあすごいですけど、どうですか。はい、やっぱりして音止まっちゃうともう全部止まっちゃうんで、その迫力が、はいはいはい、もう分かりやすいんですよ、もうスカルんで、うん、確かにね、はい、うん、だからやっぱ音切れないように常に万全の機材と万全の状態で弾くようにはします。ああなるほどね。でもね、ごまかしはあるでしょ、ベースってブーンってやっていいでしょ。まあまあまあそうっすね。忘れたらブーンってブーンってやってるけど、正直とりあえずなんか鳴ってるなっていう。ああなるほどね。ライブ中にこうやってみんなで喋ることあんまりないですもんね、こういう。ないですね。ねえ、ないですけど。確かに実際なんかお互いちょっと距離を置いてるような。うん、これ葵にいたって二人の中でも距離があるというか。仲良しです、仲良しです。仲良しですね、仲良しということで分かりました。さあ、今日は多いワードが多いですけど、小池さんは何が好きですか、アニメ。どうですか、うん、結構ベタに昔からあるような、ドラゴンボール。ジャグンバー、ジャグンバー、ナイスです。あの方どうしたらいいんですか、静かに。あー、まあ、うん、シッシッって言えばいい、シッシッ。わかりました、後ほど言ってみたいな。あ、ドラゴン、これは、でもこれ大丈夫かな。自分がボーカルであるために一番大事にしてることはありますか。なしなし。大事にせえ、何かを。笑ってるやん、母が言ってますって。野久村さんが正直、はい、正直。おじさんあります？これみんなそうかもしれないですけど、はい、ボーカリストって、うん、他と比べにくいじゃないですか、ね、確かに。楽器がこういいのを使ってるから、はい、だからみんな自分が結局一番やと思ってると思う。あ、そう思うって、そうね、まあね、やっぱそのバンドをこう背負ってたっていう、はい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 、みんなそう思ってる。いや、それ思わないでやっぱいけない職業やと思いますからね、そのジャンルというか。すごい、ちょっと静かになってますね。一番残ってないんですか。自覚がねえな、俺。やれることは全部やりたいみたいな感じですよね。なるほど、ね。まあ、それぐらい。もしやれたらね、お願いしたいと思いますけど。でもね、僕思うんですけど、仙台カモスの曲ってすごいね、聴いててね、乗れる曲が多い。そうなのよ。これ何からロック度も高いとか、作ってる曲だったりなんかあったりします？ね、やっぱ仙台カモスはそのね、千葉さんもさっき言ったけど、みんなに笑顔を届けなきゃ、みんなに、みんなも楽しませなきゃ、楽しませてあげたいっていう、ね、ところが根底にあるので、そう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 、曲もその明るいものとか、なるほど、ね、乗りやすいもの、やっぱ動くとね、うん、脳から成長ホルモンっていうホルモンが出るの、そうするとその成長ホルモンのメリットはね、精神を安定させる効果があるのよ。そうだよ、だから強制的にもファンたちの体の自由を奪ってるような感じよ。何を言ってんの。よくわかんないね。ああ、もう、でもそこで、なんでまたもう一度再びやろうとつなぎ止めたのか。いや、一回そこでもう切れたので、うん、まあ信じるしかないじゃないですか。それ以外本当にすごい頑張る人なんで。ああ、なるほど。頑張るから。はいはいはい。で、今までそんなそういう酷な状況ってきっとなかったんだろうなと思って。うん、ああ、はいはい。だから大人。それもまた経験じゃないですか。はい。で45ぐらいですか。すごいしっかりしてる。いやいや、もう俺そういうところが知って乗ってくれた。やっぱり人間になるのがメンヘラってどういう意味やろ。メンヘラってどういう意味でしょう。はい、ちょっと教えてください。教えてあげて。はい、メンタルヘルスのラーバージョンですね。メンタルヘルスのラーバージョンか。なんや、言うてくれんぞそれ早く。これ違うと思ってたんですね。そのまんまでっかい声で言ってるだけだから。これ関西よくあるミスターディレイって言われてる。こんなによく見たんですけど、正しいですけど。何に変わる。あんま人を励ましたことないの、人生で。人生で泣かすさ。泣かすさ。泣かすさないんや。おい、あんま人ば励ましたことなかっさ。ダメっすよね、これはね。
ありがとうございます。でもまあまあ伝わったと思いますよ。はい、ダメっさ、いいっすね、ダメっさ。じゃあ、マネっさね、いっちゃおうかな。やっぱお酒飲んだ時一番幸せですか。それぐらいしかないっすね、聞いてて。はい、はい、でもあ、飲んでたらどうなるんですか。ニコ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 すんの。あ、こんな顔すんの。怪しい、余計怪しい。そのメイクとメガネが余計怪しい。あ、楽しながらですか。楽しくなります。あ、いいですよ、いいよ、お酒。